チュニジア鉄道のナビール駅にある列車メーターゲージは、鉄道の路線の期間が1000ミリメートルである競気の一種であり、多くの国の鉄道の競気の標準として、世界中で広く使用されている。メーターゲージの鉄道ネットワークは、南アメリカ、フランス語圏のアフリカ、および東南アジアで見られる。ヨーロッパでは、これらの路線の多くが徐々に廃止されてきたが、 スイスやスペインなどの国ではメータゲージによる鉄道ネットワークが長距離にわたって存在している。現代の狂気による鉄道路線は1860年代に始まり、狂気の一種である 1067mm 機関の鉄道は技士であったカール・アブラハムピルが設計し、ノルウェーで初めて建設された。その機関の鉄道はイギリスの鉱山会社の助けを借りて、 世界中の多くの国に広がった。例えば、スペインでは、1867年に、ウェルバのサンファンデルプエルトに到達する鉄道が1067ミ、mm、リメートル間で開通した。その後、アフリカ及び東南アジアに存在した、イギリスの植民地においてもその機間による鉄道の建設が進められ、その地域の主要な機間となった。フランスでは、 狂気の鉄道向けの機関に、イギリスの 1067mm 機関の代わりに、独自の 1000mm 機関が開発され、1880年に法律によって確立された。これにより、アフリカ中央部、マダガスカル、インドシナのフランスの植民地では、1000mm 機関による鉄道建設が進められた。ドイツは先行したフランスの例に従い、 現在のカメルーンとタンザニアにまたがる鉄道をメーターゲージで建設された。スペインではメーターゲージの鉄道は1853年に初めて建設され、その路線はカルカジェントとアルシーラの間に 14.7km であった。1880年代後半には狂気の鉄道は 1000mm かまたは 1067mm かの選択に揺れていた。 1889年末までにすでに6 0 0トルを超える狂気の鉄道が運行しており、スペインの鉄道ネットワークは1 3 0 0トル強に達していた。ヨーロッパでは現在、広範囲のメーターゲージによる鉄道ネットワークがスイス、スペイン北部及び多くの都市の路面電車で運行されているが、フランス、ドイツ、ベルギーでは ほとんどの路線が20世紀半ばに廃止された。メーターゲージは世界中で9万5千トルの路線で使用されている。一部の統計では1 0 6 7ト、mm、ルなどの類似の期間をメーターゲージに含めている。これらの類似の期間も合わせると20世紀の終わりの時点ではメーターゲージの路線長は22万4千トルに なり、世界のすべての鉄道システムの全体の長さの20%ぐらいに当たる。ありがとうございます。